中目黒のこれ知ってる。始まりました。世間はお盆過ぎたあたりですかね。大塚さんなんかお盆、お盆なんかね、ここに来るとね、あのちょっと怖い話を思い出すんで、ちょっとそこのトイレマジで出るらしいです本当に本当に怖いんですけど、お札貼っとけよ。今回ホラーゲームではなくて、それはないですよね、はい、大塚さんのちょっと好物的な作品になると思うんですけど、グミさんの最新作になります、ブレイジングオデッセイ。ブレイジングオデッセイ、はい、株式会社グミの子会社であるフェンディスの統括やってる高田と申します。よろしくお願いします、はい。同じくフェンリスディレクターやっております岡部と申します。よろしくお願いします。岡部さん、はい、全員メガネ。あー本当だ、ね、ゲーム業界いつも通り話しとこうよ。あーいいじゃないですか。では早速、はい、このブレイジングオデッセイ、はい、まず僕らもちょっとね初見ですので、いや、はいはいはい、やっぱ基本的なね、はい、ゲームシステムとかそこら辺をちょっとまず掘り下げて見ていきたいと思うんですけども、いい、ね、はい、それでは早速ゲーム画面、はい、こちらですよ、はい、大塚さんどうです。もうこの段階で面白いです今回ストーリー超こだわってるって噂を聞いてるんですけど、はい、世界観的にはどんな感じなんですか。世界観としては、まあ、光の神と闇の神という2つの神が作った世界の中で、はい、4000年という長いこの戦乱の歴史があった、はい、あとの未来を主人公が歩くと。このキャラクターたちはもう死んでいて、はい、まあ、召魂というところでこう呼び出しているんですけど。あ、そういう技ですね。死んでるんですね。死んでるキャラクターです。怨念もあったりとか、そういういろいろ思い出があったりっていうところがフィールドに詰まっていて、メインストーリーは主人公はあくまで未来を行くと、はい、で、うん、このキャラクターたちの過去もちょっと掘り下げていけるっていうような感じになってます。じゃあ早速もうゲーム画面というかクエストとかいっちゃいますか。はい、おおおおおおエリアマップ、で1,2,3,4 5人パーティー、スケット入れて5人パーティー、はい、5人パーティーです。アイテムポーチとかもありましたね。はい、お、ちょっとストーリーが、ほうほうほう、はいはいはい、これはメインストーリーではないですね。うわすごい、え、何何何、フィールドを歩くわけですね。探索、こういう風にもできますし、はいはい、こうしてもいきます。こういう感じ、あー、はい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 、はい、タップした場所に移動してる、ね、そうです。うん、しかもちょっともう道が分かれてますからね。これフィールドを歩かせるって意外とスマホだとあれですよね、難しい部分ありますよね。ダウンがあるので来れないですね、これは。はいはい、右上にミニマップが出てるんですね。はい、あ、本当だ、あ、本当だ、あ、一応ああいう、か、あ、お、何、ない、お、これシンボルエンカウントってやつじゃないですか。敵の背後を取った。おお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 。おお、早い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 。高田統括が何も説明しない。いや楽しんでるだけ。大谷さん、自分のゲームを楽しんでるだけ。早い。今背後が早い。手前？背後だったから。バカなくなったね。そうですね、その説明しないと視界をね、こう、こう見ることができるわけですね。こう最初でこうちょっと映ってるんですよ。あ、本当だ、あったあったあった。で、こうこの視界に入っちゃうとこういう感じで、これでまあ、あ、これ先、あの、たまにですけども、はい、あの先生取られちゃう場合があります。今取られましたね。はい、毎回じゃないですね。で、実際これ早いね、早いね、早いちょっとどんな感じで説明しましょうかね。はい、下の大量ゲージも減っちゃったんですけど、はい、このピンク色のこれですね、はい、あ、はいはい、下のゲージ、はい、これがあの行動できる回数ですね。あ、行動できる回数、はい、ほう、コストみたいな感じ。そうですね、はいはいはい、こう押すとちょっと減ります。あ、本当だ、あ、満タンから減るって感じですね、はい、で実際にその行動ゲージがある中で同じキャラクターを触るとよりゲージが減りやすいっていう風になってますので、2回連続とかやっちゃうとダメなんですね。でより多く減っちゃいますね、はい、多くのキャラを触った方が得なんですけど、はい、シチュエーションによっては属性が合えばこの非属性のと同じキャラを連続タップして攻撃するみたいなところのコスト配分をするっていうところになってます。ああ、そっか、え、コストなくなっちゃうとどうなる。もうターンが終わって、ターンが終わって敵のターンになる。ああ、そういう、はい、あ、面白い。敵の背後を取ると2ターン連続で行動ができて、今背後を取るとそうですね、先にあの僕、自分の味方のパートナーが、はい、後ろ向いてるあ、じゃあプレイヤーレベルを上げていくとコスト増えていくってイメージ。いや、プレイヤー変わらずに、はい、ここはもうずっとこのままの状態ですね。あ、そうなんですね。あ、じゃあレアリティの高いキャラクターだとコスト低めで攻撃力が高いみたいなのだったりとか、ね、あ、スキルでその体力ゲージを増やしたりとか、それはあります。はいはいはい、出てきます。あ、面白いな。
高コストで管理する、はいうんですね、でタップをすると攻撃するんですけど、はいはい、渡辺さんやってますけど、でフリックをすると技が出るので、ちょっと次のじゃあちょっとあのフリックしましょうか、はい、こんな感じでフリック、はい、あのまずこうフリックですね、はい、そうすると上あのおお前回使った、はい、あのスキルもしくは、はい、あのコストの一番安いやつです、ねはい、が選ばれます。で長ちょっと長押しするとこう、はい、自分が今あの使えるやつが今こいつの場合は1個しか使えないですけど、例えばこうすると3つのうちのどれかを選ぶってこともできるんですね。であの毎回こんなことしたくないので、前回使ったのと同じやつ使いたかったらあの普通に上フリックで出ます。うわーユーザーのと考えられますね。ちょっとね強すぎるから倒しちゃったね。どれもこれもなんかすぐ終わっちゃうんだけど、はい、強めのキャラもそうですね、いいものとしてはそうですね。でシンボルエンカウントで戦わない選択肢もありますね。なんか今ちょっと技何気につなげてませんでした。そのことないです。あ、つなげてます。これがチェインこれチェインです。説明してください。チェイン説明をさせていただきますと、はい、チェインここであの属性の同じ技をこう連続でつなげると、うん、チェインで大きなダメージを与えられるんですね、はい、というと、はい、水の2人のキャラクターがいますので、はい、空中投げという技を使っています、はいはい、そうそう空中投げをした後にここにこう、はい、チェーンって出てる間に次にこう投げないのを使うとチェーンにつながるっていう、はいはい、でそれでチェーンが1回つながったよ、はい、まだこうつなげるとちょっと点滅してますよね。同じ属性じゃないとダメなの。ただあの違う属性でもチェーンにはなります。あチェーンにはダメージはそこまでないですけど、チェーンはつながります。どんどん上がっていくっていうところですね。じゃあパーティーを同じ属性で組んだ方がいい。そうですね、はいはい、そうなります。こうもたもたしてると、はい、消えちゃうんですね。で左上にこの、はい、あなんか今繋がんなかったんです、はいはい、これを押すとブレイジングラッシュという火が出まして、ここをもうタップしまくってこう、おお気持ちいい、これ気持ちいい、これ気持ちいい。あいける、あいけた、一撃必殺的な感じで、よかったです。左上のゲージがフィールドをずっとあの同期したままゲージが溜まってきますので、どのタイミングで使うかっていうところがゲーム性になっている。ブレイジングラッシュどこで使うか、そうですね、ボスとかこういったシチュエーションですね。はい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 、はい、なんで敵を出すとこういう宝が待ってて、はいはい、宝をゲットしていいものを得ようと。おお、ちょっとこういうギミックがありまして、はい、ワープするっていうこれもあるんです。あ、ワープがあるんだ。で基本的にはこう敵覗いて敵がいるかなっていうのを確認していって、はい、まずこう視界があるので、はい、極力後ろからつけるように、はい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 、まあ、こういったマップをバックアタックを狙うゲームになっちゃいますよね。そうですね、見えますので、マップの全体構成が分かるの で、はい、でどうすれば、一応全部バックアタック取れるように作ってますので、はいはい、考えてこう後ろから取って当たらないようにすると。あ、そういった戦略性もあるんですね。こういうシチュエーションですよね、はいはい、こういうふうに、これまだ行ってないんですね、はいはい、ちょっと覗いてるってだけ、はいはいはい、あそうかそうか。でこういうシチュエーションでこう取るんですけど、ああ後ろにね、あこれ面白い。なんかただフィールドを入れたわけじゃなくて、そのプラスアルファで戦略性を入れた、はい、そうですね、なんかまあ冒険してる感じを出したかった。まあそれが面倒くさい人は別に何にも考えなくても大丈夫です、はいはいはい、でも後ろを取った方が楽になる。あそうですね、はい、一切ダメージ受けないですね、はい、おかっこいい。お、まあ、こちらは施設。そうですね、でこちらのこの施設を強化することによって、中に出てくるそのアイテムの、廃止されるもの、生産できるものが変わってくる、はいはいはい、よりレベルの高いものはあの施設レベルを上げていかないといけないです、はいはい、技術市場上げてみましょうか、はい、市場は何をするところなんですか。市場はですね、曜日によってこのアイテムが売ってるアイテムが変わるんですね。まだこれレベル1なので、はい、絆玉っていうものしか売ってないんですけど、はいはい、これ施設強化すると、はい、あのいろいろ買えるものが増える、はい、アイテムが販売される、はい、そして曜日によって変わります、はい、へ、なんでこれはもう毎日ログインしてもらったら、はい、ここに行って必ず、あ、リンゴあるわって言ったのでちゃんとリンゴ買っておかないと、後でリンゴ必要な時になかなか、はい、なかなか、はい、1週間待たないといけない、待たないといけない、はい、どこまで行きますか今。もうこれだけ、あ、本当だ、食べた、買えるものが、これ食べ物ってどういった形で使っていくんですか。これでですね、はい、ここで、あの手に入る卵とか米とか小麦粉とか、はい、マップで拾ったいろんなものをこのロジーナキッチンっていうところに行って、あのブーストアイテムですね、はいはい、を作っていく調理です、調理です。これやることでカレーライスとロールケーキが可能になるとか。あー本当だ、へえ、またリアルな素材とお料理でもカレーライス、もうね、塩鮭グラタン、もう開発員の普段どんなもの食ってるか
もうこういうレシピしか思いつかなかった。本当だ。ご飯物ってのがいい。あ、やっぱそう食べるものでだいぶ変わってくるわけですね。そうですね、はい。そしてこの効果が変わるんですね。はいはい。じゃあ難しいクエストになればなるほど、ここのクエストを松茸ご飯で行った方がいいよとか、なんか言うなじゅう食った方がいいみたいな、はい、うなじゅうもうレベルマックスにしないと対応されないですね。うなじゅう高級っすね。カレーライス、好きなカレーライスを作ってみましょうか。はい、ということで米とカレー粉を消費して、はい、作ってみます。なんか本格王道 RPG がなんか料理ゲームみたいな、はいでここで料理を作るときにはこのユニットを選ばなくちゃいけないんですね。え、要は料理人を選ぶっていう設定がありまして、この料理したキャラクターの平均値が増えると。下手くそそうですけど料理あ、いた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 。でちょっとこの子に作ってもらいます。はい、先ほどのなんか戦闘にも出てたんですね。そうですね。でキャラクターによってはあの副産物っていうものがありまして、シュクレイっていうキャラクターで、まあ、とある料理を作ると、はい、副産物でシュクレイの何かみたいなそういうアイテムが作れたりして、その日はキャラクターによってものが変わるっていう。へー、そうそう、細かい。じゃあ作ってみます。はい、はい、はい、お、あ、しかもやっぱ時間かかるんだ。煮込むわけですね。煮込んじゃいます。15分後。ああ。じゃあすぐ食べてクエストに行けない。そうですね。そんな時にこちらの厨房がもう一個ありますので、はい、あ、はい、こう石を作っとくと、前もって作っといてください。ああ、料理番組じゃないですか。仕込みが必要です。仕込みが必要です。はい。でもそんだけ効果があるものなんですよね。食べ物が。錬金工房行きましょう。錬金工房でしょう。我々のこのゲームって、あの武器、あのアクセサリー、装飾品はそんなことないんですけれども、はい、武器に関してはあの持ち替えたら本当にグラフィックも変わります。見た目も変わる。見た目も変わります。9種類ですね。武器種は9種類ですね。暗記って珍しいな。ちょっとこの武器を見ましょうか。サイガー、はい、クズ鉄を4個だけ、はい、4個、はい、これはすぐ作れるようになります。はい、おー、できた。できましたね。こっちか。そう、アズレと。おお、結構派手な装備もあるんですけど、しょっぱいのがあります。はい、あ、あったあった。へぇ、召喚しぎるですね。召喚しぎる、はい、ここはもしやギルド。ギルド、まあここでフレンドとのやり取りとか、うん、あとはこのここにも依頼っていうものが来るんですが、それに対してあのこちらでなんかいろいろ作ったものを与えると、ちゃんと報酬をいただけるっていう感じですね。今フレンドが誰もいないので、はい、ちょっとあのフレンド依頼の方がないですけども、はいはい、あとはユニットの依頼ですね。ユニット依頼、各はい、自分たちが持っているこのユニットですね、はいはい、これがレベル15かな、はい、15を超えると、はい、いろいろ自分に対してここへ連れてってくれとか、はい、これが作りたいとかいろんなことを言ってきます。へえ、まあ、要はレベル15を超えると、はい、今まで召喚術によって召喚したんですけども、はい、ある程度、はい、まあ、仲良くなるっていうか、はい、こう慣れてくるというか、はい、ちょっとこういったお願いがあるんですけど、はい、みたいな、はいはい、そういった別のちょっとした本当にサブストーリーですよね、はい、キャラクターの、はい、そして自分のキャラクターが、はい、進化をするために、はい、必要なアイテムが手に入る。それプラスアルファがちょっと手に入りますけど、ああ、進化するアイテムが手に入る、ね、はい、そうですね。こちらの冷水痕とかこの辺の水痕とかは、はい、進化用ですね。ああ、ただ中には難しかったりあ、はいはいはい、するものもある。え、お、はい、こういう感じですね。はいはいはい、はい、これテキスト量もすごいですね。確かに。ローカライズどうするつもり？出すつもり？こういうの受注をして、はい、実際にそのバラ園があるところを探していくと、探して、はい、そこに行くとイベントが始まって、はい、先の報酬を得られるっていうことですね。はいはいはい、でここに戻ってきて、はい、報酬ゲットっていう感じですね。やり込みの半端ないですね。そうですね。はい、施設記憶をすると街を復興していくんです。さっきと比べるとちょっとアパティア神殿とか上に櫓を組んでるとか、はい、工事が始まってるわけですね。一応ですね、はい、なんでそもそもこの街こんなボロボロなんやという理由があるんですけども、はいはい、それはちょっとネタバレだから言わない方がいいのかな。
自分で言わない。言わない。いややっぱちょっとみんな、ね、皆さん不思議に思うかなと思って、まあ、ちょっとある理由があって、はい、あのそれはもうゲーム始めてオープニングで大体わかるんですけども、はいはい、そのおかげでちょっと街がボロボロになってて、はいはいはい、でそれをあの主人公たちが、はい、あの皆さんと一緒にこう復興していくっていう感じを出したかったなっていうので最初ちょっとボロくなって、はい、で一生懸命この施設レベルを上げていくともっとどん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 綺麗全体的に綺麗になってくるんですね。そうですね。今まで施設自体が豪華になっていくのはありましたけど街全体がとあんまないですよね。はい、うん、よりこういったところも楽しんでいただければいいかなと思います。はい、はいはいはい、さあじゃあ、うん、目黒さんちょっと実際に、ね、よろしくお伝えよこれ、うん、触ってみて、はい、まずスケットの選択。スケット大塚さん誰がいいですか。推したくさんのがいいな。黒柳さんすごいですよ。黒柳さんキャラのね愛とかでも推しがたくさん。おお超光ってこれ。レインボーのオーラがもやべえ。もう絶対に強いです。すげえすげえすげえ。こんなん見れるんですか。見れた。すげえ。あ出たな、はい、じゃあ黒柳さんにしますね。攻撃モーション見れるとか結構嬉しいですね。出発します。まあ強そうなパーティーだな俺。ごついですね。ねえ、ごつい。おう、ストーリーが始まりました。これがサブクエストなんですか。はい、これがサブクエストですね。こういう風にタップするだけでポイントをタップするだけで移動するわけですね。はい、お、バック取れる。あ、痛い痛い。大きい証明書。やばい、武器でかい。早い、さすがに2倍速ぐらいのがいいかもしれないですね。あ、バトルスピードが、はい、今ちょっと3倍速になってます、はい、バトルスピード。で次あの戦闘に入ると変えますので、はい、何か行動する前に、いた、後ろバカトロさんが、あだいぶだけ下手だ。目黒さんがすごいから早かったわけではありません。あ、普通に1でいいか。そうですね、普通に1でいきましょうか。はい、これで、はい、おお、さっきの、おお、全員強すぎる。いいな。メグロさんあれですよ、チェインですよ、チェイン。そうそう、チェイン。チェイン意識しないと。今ただタップしてたんです。そうですね。そう。それは別に誰でもできるんです。あ、あ、いたいた。後ろ、後ろ。なるほど。なるほど。敵の先制攻撃。本当。チェインは同じ属性のあじゃなくてもいい。はい、じゃなくても繋がります。フリックをしてスキル、はい、あ、フリックか、そこか。あ、ちょっと。あ、ちょっと、強すぎて。そうですね。大体ボスとかですね。神尾。今明かされた。名前が、はい、昨日の夜仕込んどきよ。あ、これ、取れる、取れる。よいしょ。で実はですね、こうやってずらせるんだ。はい、そうです。ここの時点で実はそこにある茂みっていうのも、はい、あれあそこにアタックすると、うん、茂み多分壊せます。おちょっとそういった中にもなんか埋まってたし隠れず、あ、そう、はい、へえ、あ、行っちゃった。また宝箱、宝箱で上の壺とか、うん、草とか、うん、あ、草とか取って、なるほど。で上ですね。おこれさっき言ったこれボスかな。これで、そうですね、これで終わりだったと思います。メグロさん、左のところがついてるよ。これやってみていいですか。はい、大丈夫です。プレイジングラッシュ、あ、やっぱり、そうそうそう、全部です。ワンタップ、これ、あ、これなんか、はい、これなんかモグラタッチ。お、一気に一気に全員行動があのじゃなくて時間にこれを変わるんですね。その時間の間だけはこう、はい、モーションが終わったらすぐ戻ってきてすぐ行けるようになるので、触り心地超いい、うんうん。これでクエストコンプリート。コンプリート。はい。ずっとまたずっと左に行っていただくと。あ、本当だ。あ、本当だ。はい。サブクエなので出てきたところから帰れます。はい、あ、はいはい。はい。お、これクリア。クリア、はい、クリアです。はい。はい、こんな感じです。はい、流れです。はい。はい。はい、これこれ本ホーム画面見ると京都クエストってあるんですけど、あ、これもしかしたらマルチに対応してます。はい、してます。マルチできるんですか。はい。これでマルチってどうすんだ。ちょっと やってみたいですよね、これ。やってみましょうか。はい、はい、実は、はい、マルチプレイの方は、はい、この次回の動画で、なるほど、はい、詳しく
紹介したいと思います。あれ、ヒルマンのね、はい、そう、はい、ありますよ、はい、というわけで、はい、あの今回の動画は、はい、この辺で、はい、プレイジングオデッセイですね、はいはい、こちら現在事前登録受付中ですので、はい、ぜひ皆さん下の動画の概要欄から事前登録の URL ありますので、はいはい、事前登録しておいてください、はいうんはい、間もなく配信されそうですね、はい、間もなく、はい、もう間もなくもう本当にすぐです、はい、近いうち配信されます、はいはいはい、皆さん楽しみにお待ちください、はい、お願いします。では次回はマルチプレイ編です。それではまたお会いしましょう。さよなら拍手してどうすんねん